はい、本日は5月20日朝5時41分の相場解説になります。ちょっと振り返ってですね、昨日です、5月19日の20時20分の4時間足を見てみましょう。ここで33ピップスの利益確定が起きているわけなんですけども、昨日何度か申し上げたように107円の345でエントリーしますよね。それがここに書いてます。これですね、107円の345でエントリーしていただくと、テイクプロフィットラインは、ここですね。この赤い線が引いてあるんですよね、もともと。ここがかなり重要ですよってことで、だいぶ前に引いたんですけども、やっぱりね、ここに来てるわけなんですよ。テイクプロフィットが107円の672で、できてるってことは、ここですよね。ここと同じところで、利益確定ってことです。で、黄色で引いてるのが、これゾーンですから、このゾーンに入るところまで上昇波動がこういうふうにね、起きているよってことですよね。107円、108円の方向に向かうよってことを申し上げたんですけども、まあ1回はね、小幅で15ピップスほどだったんですけども、もう1回107円の345でトライすることによって、ここまでね、107円の672までの利益確定ができるよっていうことになっております。30ピップスですね、33ピップス。で、昨日2度取った後で、さらにですね、時間進みまして、これね、朝4時半ですよね。だから1時間ほど前なんですけども、その後、この4時間軸では、いいですか、この波動が N に向かってるんですよね。こういうふうに N に向かうところです。もちろん N が完遂したわけではないですけども、ここまで N の字ができそうですよね。で、しかもこのゾーンにも当たってますよね。ゾーンに。ここで転換して、下の方に向かったわけじゃないですか。で、今度は突き破ったわけじゃないですか。ということは、今度は突き破らずに、いつものパターン、N を書く、降参が高いというふうに、私は見ます。で、このゾーンなんですけども、こういうふうに伸ばしてみてください。ここでも一つの、抵抗体を形成しているのがわかると思います。ね。ぐわーって下がったきっかけになったところですよ。こういうふうにね。すごく大事なところなんですよ、ここが。ほら。何かにつけて、これが出てきてるんですよ。これがね。だから107年672でゾーンの抵抗ラインを引いてるんですよね。というところで今日の時間を見てみましょう。ではまず1日足です。日足は明らかに横ばい収束に向かってるのかなというところがもう上昇に向かい始めましたよね。それまではずっとこう下降気味だったわけですよ。この移動平均線見ていただいてもわかるように下の方に開いていたのが今ね、3本とも束になってきてますよね。これはだから上昇の兆候というふうに捉えられます。で、次は4時間足を見ていきます。4時間足は、はい、先ほどお見せした形ですけども、ここから引いているゾーンが、ちょっと大きくなっちゃった、すいません。ゾーンがですね、由来して、現在 N を書こうとしているところですよね。これ N が書けそうでしょ、もうちょっとしたら。チャンスですよ。で、次1時間見てみます。1時間でエントリーしますけども、今下がり途中です。これがどこまで下がるのかなってことですよね。上髭を出して下がる予兆を出してますけども、もちろん下髭もあるんですよ。下髭もあるんですけども、下に下がってます。移動平均線も3本が束になって、下に行こうとしてますけども、その後こういう風な移動平均線になると私は考えますね。だから上昇に向かうってことなんですけども、さあ、どこで上昇に向かうのかってことが分かりにくいのが一つのポイントです。じゃあ、ここでヒントです。ここで上昇に向かうでしょうか。だから、こういう風になって、N はここで書くかってことですよ。もしくは、ここでしょうか。あら、丸になっちゃった。さあ、ここでしょうか。どうでしょうか。まあ、2つぐらいね、ゾーンをここで候補に当てておきます。まず私は1個目のゾーン、ここで、反転して上昇に向かうというふうにね、そこで N を書くというふうに考えてます。ここを突き破ったら次ここでトライしますね。だから今回 N の字に対しては2回のチャレンジができるということになります。15分足も一応見てみましょうか。回の時間軸見なくていいんですかっていうふうなね、お問い合わせもいただきましたんでね。こうなるとですね、ここが、まあ、レンジっぽくなってるわけなんですけどもね。そのポイントとなる力点がここに2つ重なっているということなんで、
私はですね、ここら辺も15分で見てますけども、この辺まで107円の490で反転が起きるんではないかなと思ってます。こういうふうにじわじわと今下がってますよね。どこまで下がるよって話じゃないですか。あとまだあれじゃないですか、107円以下30ピップスほど、20ピップス30ピップスほど下がってからここに当たった時点で反転攻勢かけるんじゃないかなと思いますよね。でそうなるとここを突き破って N を完成させるかなって、そういうふうにね15分で見てみますね。まあ15分とは言ってもこれ4本で1時間ですから、1、2、3、4時間、4時間ほどで変わるんじゃないですか。もう一回1時間見てみましょうか、ね。4時間ほどでここに達するんじゃないかなと思いますよね。まずはこれね、だからこういうふうに N 書くんじゃないかなと思うんですね。もう一回4時間見てみましょうか。遡っていきますね。でもね、だからここですね、ここ、あれ、ここに当たっ、ここか、ここですね、ここに当たっての N なんで、ゾーンの内側ですよね。どこら辺かな、107円の600とかで山張ってるんじゃないですかね。はい、じゃあ今日の解説は以上ですね。いかがだったでしょうか。またメッセージご連絡ください。私は今回 N を書いてね、水木金、もう一回だけ N を書くようでしたら大きな利確をして108円台に突入ということで今週を締めていこうかと思います。一旦以上です。